本日はご参集いただき誠にありがとうございます。私は本日司会を務めさせていただきます大阪教区第21祖磯久寺大阪教区坊森会長の山尾美希と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは大阪教区秀祖親鸞聖人御誕生850年立教改宗800年共産法要お待ち受け大会の開会にあたり新秀秀歌を皆様ご一緒に斉唱願います。一同合唱、合唱をお解きください。新秀秀歌斉唱。合唱をお解きください。続きまして田室新教大阪教務所長よりご挨拶を申し上げます。それでは開会にあたりましてご挨拶をさせていただきたいと思います。皆様のお手元にこのパンフレットがあると思いますので大変申し訳ありませんがこの冊子をお出しいただきましてすいませんね本当8ページを開いていただけたらと思います。このパンフレットを出していただきまして8ページをご覧いただきたいと思います。その8ページに字が小さくて申し訳ございませんが8ページに私の教務所長挨拶というものが出ておりますのでそこを読ませていただきたいとこう思います。それでは読ませていただきます。狂気放散道しるべを得て明春お迎えさせていただきます秀祖親鸞聖人御誕生850年立教改宗800年共産法要に向けて大阪教区は南無阿弥陀仏人と生まれたことの意味を尋ねていこうみんなに願いがかけられているというテーマをいただきました。そしてこのテーマを道しるべとしてこの共産法要というご縁を大切に歩んでまいりたいと存じます。よく法要にテーマはいるのかというご意見をいただくことがあります。よくよく考えてみますと法要をお務めさせていただく意味は
宗祖親鸞聖人のご恩に御礼申し上げ、宗祖と共に歩んでいるかどうか、自身のありようを確かめることではないかと思います。よって、あえてテーマを掲げなくてもよいのではということでありましょう。しかしながら、あえてテーマを掲げていく大切な意味があると思います。一つ目は、テーマはその時々の社会が抱える課題が反映されるものとなります。つまり、テーマを考えるとき、私を成り立たせている背景、環境は今どうなっているのか、見えていないものはないのかという確かめをするからです。それがなくてはスタート地点にも立てず、行く方向も定められません。二つ目は、テーマを生み出すまでの過程の大切さでありましょう。私たちは何事も出来上がったものや結果で判断しがちですが、本当はそこに至るまでの方向性やその過程の中に本当に大切なものがあるのではと思えてなりません。大阪教区はこの度のテーマに願いというキーワードを生み出しました。これも大切なことではないかなととても思っております。三つ目には、伝わり広がる力です。テーマを道しるべとして、共に歩むことによって、一人一人にテーマの受け取りが生まれ、そのことが同時に、この度の法要を私の法要としていただく歩みとなっていくのではないでしょうか。さて、誰もがおめでとうというときは、何かが始まるときであります。宗祖親鸞聖人が、狂気放散せしむべし、喜びって褒めたてまつるべしとなり、と教えていただきますように、宗祖のご誕生と立教改宗を改めて喜ばせていただく法要は、私どもに、新たな歩みが始まる時でありましょう。本日のお待ち受け大会はその出発のご催促ではないかといただいております。本日ご参集いただきました皆さん、それからご本山からはご門主にお越しいただいております。おとついから実は南波別院の法恩校にお越しいただいておりますが、もう今日3日目大阪にお越しいただいております。それから宗務総長もお越しいただいております。そしてさらに今日一楽先生にお話をいただくことになっておりまして、それぞれお忙しい中お越しをいただきました。そして何よりもご参集いただきました皆さん、それから各別院でサテライトスタジオになっておりますので、そこにお集まりいただきました皆さん、そして YouTube を拝聴していただいております、見ていただいております皆さん、このお待ち受け大会にご参加をいただきまして誠にありがとうございます。短い時間ではありますが、大切な時として皆さんとご一緒に過ごさせていただきたいと、このように思うことでございます。どうか最後までよろしくお願い申し上げます。ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。続きまして、木越渉宗務総長よりご挨拶を申し上げます。
大阪教区の主祖親鸞聖人、御誕生850年、立教開宗800年、共産法要お待ち受け大会に、お招きをいただき、誠にありがとうございます。この場を整えてくださったすべての方々に、中心より敬意を表し、また、お祝いを申し上げます。私の挨拶は6ページ、7ページに書いてありますが、帰ってから読んでいただきたいと思います。ちょっと思っとることをしゃべりたいんで、やがて今11月に入りますと、本山で御正気法恩公がお務まりになります。我が真宗大谷派、真宗の教団は法恩公教団である。このように、私金沢ですから、法恩公さんが一番大事やということをようよう教わりました。法恩公の教団である。なるほど、そうですね。恩に報いるということが我々の非常に大事な、お仕事でありますけれども、まず恩に報いるには恩を知らなければならない。知恩ですね。どのようなご恩を私たちがいただいておるのかということ、このことを知らねばならん。このことを学ぶのが今度の共産法要だというふうに、私自身自分の中で位置づけておることであります。我が真宗大谷派は人類の負託を受けて、あの親鸞聖人唯一の直筆の教行信書坂東本を所有いたしております。この意味の深さ、大きさというのは非常に思うございます。坂東本は、先のご縁期の時に縁因本という非常に精密な、複写本ですね、写真で撮ったもの、それが今、我々見ることができます。その坂東本の中にどれほど多くの親鸞聖人の書き込み、あるいは書き換え、もうどれほど多くの苦労をかけ、苦労をしながら教行信書をお書きになったかというのは、その坂東本を見ると一目瞭然であります。その中で特に気を使われておられるのが、実は正真偈であります。正真偈、歌ですね。この歌をもって本願念仏の御教えを何としても広げたいという、その親鸞聖人の御心がよくよく現れております。一例を言いますと、如来正意向出世唯世弥陀本願会五辱悪事群情会往診如来如実言、この言葉ですね。如来世に執行したもう言えば、ただ弥陀の本願会を解かんとなり、五辱悪事群情会如来如実の御事を信ずべしという、この如来というところをですね、これはお釈迦様のことなんですが、如来を親鸞聖人非常に達筆でございますので、ひとたび筆に墨を含めるとサラサラっとこう一行ずっと書いていかれるんですね。でその如来という字がようやかすれて薄墨になったところ、今度は太い、もう一回墨をつけ直して濃い墨で如来を釈迦と書いとるんです。釈迦、より鮮明に分かるように釈迦、釈迦如来、釈迦って書くんですね。そしてやまてよと、そうでないって言うてですね、今度は朱、赤色でもう一度如来と書き直してございます。これはお釈迦様のことを指すのでございますけれども、いわゆる諸仏の代表としての釈迦如来ですけれども、このお釈迦様はどういうお方か、それは悟りの悲願に渡られて、わざわざこの私のところにまで戻っておいでた方だ、如来だと。
そして私に一番大切な念仏を申せ、そう私に伝えてくださったお方、これは如来と表現すべきであろうという、そういうあのことですね。ですから二尊名という、お釈迦様は我々に教えをくださった教主である、そして救い主、救主ですね、救ってくださるのは阿弥陀如来であるという、この二尊名を歌に託して我々に教えてくださったんですね。何遍も何遍も正真へ毎朝あげてですね、この二尊行が我々の地となり肉となっておると、このことを思うと、やはり親鸞聖人のご恩は私が何ぞげに思うとるよりもはるかに深いということを思います。そうですね、この坂東本を書かれた親鸞聖人の本当の第一歩というのは、皆さんご存知の通り、建仁可能との鳥の歴、造業を捨てて本願に帰すという、この明確な宗教体験の表現であります。私たちは 大学でですね、これは廃流というふうに教わりました。立つべき大地を見つけてですね、如来の本願に立って、そして造業を捨てるという明確なきっぱりとした表現でありますけれども、この教行信証全体を通してその言葉を見ますと、私はそれだけの言葉じゃなくて、こういうことを表現できんかなというふうに常々思っております。それは親鸞聖人はですね、救われるべき存在として自らを発見された、そういうことだと思うんですね。比叡山に登り、断惑勝利の修行をし、人のため世のためと思うて修行をされた親鸞聖人が法然上人と出会い、念仏申せという教えに出会われた。その時に、あ、救われるべき身は我が身であった、この愚かな我が身であったと、このことに本当に腑に落ちた、そういう瞬間でございましょう。この坂東本をどこまでも大事に研究され、そして学んでこられた先生が大谷大学の三木明丸先生です。この先生を中心にこの坂東本に込められた思い、そこから読み取れる親鸞聖人のいろんな思索の深まりをですね、表現していただこうというふうに思っております。そういう場を整え、皆さんの共産法要でのご参拝をお待ち申しておるところであります。6ページ7ページに書かれてある挨拶とは全く違うことを申し上げました。申し訳ありません。こういうことを思いながら、今来春の共産法要に向けて準備を整えておりますので、まず何よりもこの場を大切にし、来年の春皆さんのお越しを、首を長くしてお待ちしておりますので、どうぞご参拝くださいますようお願い申し上げ、挨拶といたします。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。引き続き勤行を行います。次第は正真下道房法山念仏和山弥陀成仏のこの方は恵光願二宿読です。
Yeah.
Thank you.
際の峠も望ごりぬ一境へを奇妙せよ文豪上よ最大一公園の武と名付けたり三途の国安開くなり太陽軍を一同合唱。合唱をお解きください。続きまして、大谷長雄門主よりご挨拶いただきます。本日ここに大阪教区秀祖親鸞聖人御誕生850年立教開宗800年共産法要お待ち受け大会のご縁をいただき誠にありがとうございます。さて私は現代社会に生きる一人の人間として今ほど浄土真宗念仏の教えが求められている時はないと感じております。突然訪れるかもしれない大震災、
環境破壊に起因すると考えられる地球温暖化とそれに伴う異常気象、さらには目に見えない感染症への恐怖、貧困や格差の拡大から来る社会の分断、自己の正当性のみを誇示した耐えることのない戦争、また生命科学や AI の発達によって人間存在という枠組みそのものが根底から揺り動かされています。不安ばかりが募る世の中です。しかしこのような不安の中を生きる私たちには変えるべきところがあります。それは愚の大地であり、凡夫としての私一人という宗祖のお示しであります。誠にありがたいことだと感じます。こうした今この時に共産テーマ南無阿弥陀仏、人と生まれたことの意味を尋ねていこうが発信されたことは誠に意義深く感じます。改めて宗祖聖人が明らかにされた本願念仏の御教えに生きようではありませんか。来たる2023年の宗祖親鸞聖人御誕生850年立教改宗800年共産法要には、ご神霊の御前で皆様と共に宗祖の御誕生を喜び、念仏相続のご荘園に合わせていただきますことを心より念じ申し上げ、ご挨拶といたします。ありがとうございました。ただいまより20分間の休憩時間とさせていただきます。再開いたします。ただいまより山尾辰麻呂大阪教区宗祖親鸞聖人御誕生850年立教改宗800年共産法要準備委員会委員長より大会の趣旨説明を申し上げます。失礼いたします。共産法要準備委員会の委員長をいただいております
山尾辰麿と申します。本日は皆様どうぞ本当にたくさんの方ようこそご参集いただきました。またサテライト会場にご参集くださいました皆様も、そして YouTube で直接参加してくださっている皆様、本当にありがとうございます。厚く御礼申し上げます。そして本日は先ほどご挨拶もありましたが、本山から御門司と宗務総長にもご足労願っておることです。ありがとうございます。趣旨説明ということですが、少し私が感じておりますことをお話しさせていただいて、趣旨説明の代わりとさせていただきます。先日ですね、御門徒からお電話をいただきまして、住職いただいたチラシなんやけど、協賛雇用のお待ち受け大会って書いてあるけど、あれ何ですか、おばあちゃん行きたいって言ってるんやけどどうしたらいいですかって、あれ何ですかって、チラシを一生懸命作った側の人間としては若干ショックだったんですけどもね、ご案内をさせていただいて、でも確かにこの宗祖親鸞上人お誕生850年立教開宗800年協賛雇用って難しいな、分かりづらいなって正直思いました。なんか長い漢文みたいになってるでしょ。一つ分かりづらいのはやはり言葉かなと思いました。最初の言葉はそんなに難しくないですね。宗祖親鸞上人お誕生850年ですが、から親鸞上人がお生まれになって850年経ちましたということ、それともう一つは立教開宗という言葉ですね。これは少し乱暴ですが、私なりにまとめますと、親鸞上人がお念仏にという教えに出会われて、その教えを言葉にまとめられて私のところまで届けられた、それが言葉にまとめられてから800年経ちましたということですね。ですから皆さんと一緒に今日、先ほど総長もお話しされておりましたが、昇進会を君を無料授の来と一緒にいただくことができたのかなと改めて思うことです。それの協賛法要ですから、最初の所長のご挨拶の中にありましたね、協賛とは親鸞上人がおっしゃっておられるんですが、喜びて褒め奉ることであると、お誕生とお念仏の教えを書き留められたこと、具体的には建造土真実教行証文類教行信証という書物を完成られたさせられたこと、この2つをみんなで喜びて褒めたてまつむりましょうという法要が来年春にお務まりになるということであります。ここまではいいんですよ。問題はですね、もう一つ難しいことがありまして、この法要が、いやいや、このお誕生をお祝いするということ、お念仏が私のもとに届いたということ、この2つが私にとってどんな意味があるかということなんですね。皆さんのお宅ではどうですか、年季法要は務められると思うんですが、ご先祖のお誕生をお祝いしたことありますか。ないですね。なんででしょう。ここがわからないとですね、本当の意味での協賛法要というのは務まらないんでないかなということを、あるいは協賛法要は何であるか、何を喜びてた褒めたて祭るのかがわからないんでないかなと、ずっと疑問に思っておりました。ただ最近になりまして、少し心持ちが変わってきたことです。いよいよ春になったら法要が務まるというとか、そういうことじゃなくてですね、全く私事なんですが、この間のお盆明けに同級生が亡くなりました。大谷大学に一緒に通っておったんですが、通っておったといっても彼は学校に行かずにアルバイトばっかりしておったんですけどもね、下宿が隣の部屋でした。でも勤め出してからは、卒業してからはですね、本当に努力してですね、人が変わったようにと言ったら怒られそうですが、努力して社長まで勤めてました。彼とはいろんな思い出があるんですが、一つ印象深いのは、20年ほど前に彼のお父さんが亡くなった時に
お悔やみに行ったんです。そしたら親鸞聖人ってちょっと面白いかもしれんなって言うんですね。学生時代の生活を知ってる私としてはですね、まあお互い様なんですけど、何を殊勝なこと言うてるんやろ、そんな不思議なこともあるんかなとずっと思っておりました。まあ、とにかくそんな彼はこの夏、いつもの通りの月曜日の朝、奥さんの言葉をそのまま使えば起きてきませんでした。まもなく還暦であるというその年を目前にして生涯を終えていったんです。それから私は彼に問われているような気がします。やがて命終わる時が来るぞ、俺はこう生きた、お前はどう生きる、こう問われているような気がします。答えはまだ出ていません。ただ先ほど申しました彼が父親を亡くした時の心情を少し分かるようになったような気がします。どうしたらいいんだろう、道に迷った時一番間違いないのはきちんと前を歩む人に道を聞いていくことではないでしょうか。幸いにも私の前には親鸞聖人が歩んでお見えです。人として生まれてお念仏に出われていかれたその親鸞聖人に、なるほど、今私の好みを聞いていく時ではないでしょうか。ただもう少し正直に申します。本当にそう思ってるのか、そこまで考えますとお念仏って何だろう、親鸞聖人はみんなが大事だ、お寺に生まれたからずっとその話を聞いてきたつもりになったけど、本当に私にとって先を歩む道を得た得道の人となっているんであろうか。どうでしょう、共産法要が分かりづらいという私の根本にあるのは、人として生まれてお念仏にあってきちんと生き切られた方、その親鸞聖人に出会っていないことではないかなと思うんです。逆に申しますならば、得道の人として私の前を歩まれる人として親鸞聖人に出会っていったその時こそ、ああ親鸞聖人、本当によく人として限りある命を生きる私と同じ人として生まれてきてくださいました、その親鸞聖人が歩まれた道、お念仏の道を私のためによく残してくださいましたと喜びて褒めたたえることができるのではないでしょうか。今日幸いにも私たちは来春お勤まりになる共産法要のお待ち受け大会としてここに集うことができました。所長が最初に申しました通り、いよいよ遅い時は遅い、いつでもスタートです。いよいよスタートじゃないですか。これから大隣大学の学長である一楽先生のお話を、親鸞聖人のお話を聞くことができます。喜びて褒めたてまつる人として生まれた親鸞聖人に出会えたこと、そのお念仏を残していただいたこと、そのことに本当に喜んでいける、つまり私はどう生きていけるか、そのことを浄土真宗に今日は一楽先生のお話に聞いていきたいなと、こんなことを思う次第であります。長々としゃべりました。趣旨説明と申すよりは
私の今の思いを少しお話しさせていただいて、返させていただいたことです。どうもありがとうございます。ありがとうございました。引き続きまして記念講演に移らせていただきます。ご講師は大谷大学学長並びに小松教区総園寺住職の一楽誠先生です。来年春本山でお勤めいたします宗祖親鸞聖人御誕生850年立教改宗800年協賛法要をお迎えするにあたりましてお話しいただきます。それでは一楽先生、よろしくお願いいたします。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。はじめに参詣文をいただきたいと思います。ご存知の方、はじめからしまいまでご一緒によろしくお願いいたします。人参受けがたし、今すでに受く。仏法を聞きがたし、今すでに聞く。この身根性においてどせずんば、さらにいずれの性においてかこの身をどせん。大衆もろともに自身に参謀に帰依し奉るべし、自ら仏に帰依し奉る。まさに願わくは衆生とともに大道を大下して無常意を起こさん。自ら法に帰依し奉る。まさに願わくは衆生とともに深く経蔵に入りて知恵海のごとくなら。自ら僧に帰依し奉る。まさに願わくは衆生とともに大衆を通りして一切無下ならん。無常人人微妙の法は百千万号にも相応ことかたし、我今検問し受理することを得たり、願わくは如来の真実義を下し奉るらん。南無阿弥陀仏、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 南無阿弥陀仏。ようこそお参りくださいました。なんかものすごく上からになっててすいません、こんな形でお話しさせてもらうことなかなかないです。日頃は大学で学生さんと一緒に、まあ、親鸞聖人の御教えを学んでおるものでありますが、今もご紹介いただきましたが、私は石川県の小松という、まあ、片田舎でありますが、そこに生まれまして、まあ、大谷大学に46年前に入学したそういう人間であります。学生たちには大学は卒業するところやと言ってるんですが、私はいまだにまだ大学におるという、こんなことでありまして、でもその意味ではいろいろと考えさせられる、いろいろ問題を頂戴しながら、いつも親鸞聖人にこう尋ねていこうという、こういう場をもらっていることは大変ありがたいというふうに思っております。で、今回は大阪教区の宗祖親鸞聖人御誕生850年、
から立教開宗800年の共産法要のお待ち受け大会ということであります。まあ、お待ち受けというのは、これ今もご挨拶もありました通り、来年ご本山でお勤まりになる、これをどのように我々はお迎えするのかという、このことを確かめさせていただく、そういう会であります。もちろん私がその言ってみれば心構えというか、そういう答えを持っておるわけではありませんで、私一楽はこんなふうに、受け止めております、こんなふうにお待ちしたいと思いますという、まあ、私の、意見ですね、これを申し上げさせていただくということで、また皆さんにはそれを題材にして材料にしてお考えいただければありがたいというふうに思っております。それで今日もね、御門主のご挨拶もあり、宗務総長からもご挨拶いただき、から教務所長からもご挨拶いただきました。本当にそれぞれに、今の山尾委員長のご挨拶もありました。それぞれにこのお待ち受け、ということをね、語ってくださったと思いますが、私自身この親鸞聖人のご誕生ということを、日頃どう本当に考えておるかといったら、あまり、毎日そのことに思いをいたしているとはとても言えないんですね。例えば親鸞聖人は大事な人生の転機には無国と言って、夢を見ておられますね。聖徳太子のお言葉を聞いておられる、19歳の時の伝説的なこともあれば、29歳の時の比叡山を降りて法然聖人のところに、あの無国が一番言いますが、そういう無国、皆さんどうでしょうか。私は大谷大学に入ってそのお話を初めて聞いた時は、なんかいい加減な、そんな夢の次なんてというふうに思ってました。なぜかというと、自分自身は全然夢も見ないような、バタッと寝て朝起きるような、そんな生活をしていたからであります。ところがそんな私でも気になることがあると夢にまで来るということやっぱありますね。ということは親鸞聖人、人生の転機であれだけ夢をご覧になったということは、よほど考え抜き、あるいは追い詰められて夢にまで見るという状況だったと思います。これかつて松原友禅という先生がおっしゃいましたが、六角堂にこもっておった時、親鸞聖人はぬくいっとんで寝ておったんじゃないぞとおっしゃった。親鸞はずっと寝られんかったんやとおっしゃった。私その時に初めてこの無国ということの重さを知らされた気がいたしました。知らされたんではありますけれども、46年大谷大学におりますけれども、まだ親鸞聖人が夢に出てきて語ってくださったということはないんです。皆さん出てこられたことありますか。ということは、夢に聖徳太子が出てきて明確な言葉をおっしゃるということは、よほど聖徳太子のものを読んでおられ、あるいはご生涯に思いをいたしておられるという、こういうことがあるわけですよね。その意味で言うと、私は追い詰められるのもええ加減かもしれませんし、親鸞聖人のことをどれほど思ってるかというふうに言われると、ずっと考えてますなんていうこととても言えない、そういうものを思ってます。その意味で、こういう私のことを基準にするんじゃなくて、親鸞聖人が、その会われた方々のことをどのように共賛なさったか、あるいは仰いでいかれたか、ご誕生を受け止められたかという、ここに今日話を、基準を置きたいと思ってるんですね。で、親鸞聖人にとっては法然聖人との出会いが決定的でありまして、まあ、今申し上げた通り、法然聖人にお会いになるには聖徳太子の励まし、これがないと法然聖人のもとに行くわけにもいかなかったんですね。まあ、聖徳太子は在家の信者さんです。それまで親鸞聖人は比叡山で出家の修行者でありました。出家の修行を20年してきたわけですから、それを捨てるというのは簡単なことではありませんね。本当に捨てていいのかという、このギリギリのところで聖徳太子の生き方に学ばれた、まあ、いわば在家の信者にも道はある、仏道は成り立つのだという、これを聖徳太子にいただかれて、ようやく法然聖人のところに行くわけです。だから山から直接法然聖人のところに行ったんではないんですね。ここは非常に気をつけておかなきゃならんところだと思います。でもそれぐらいどうでしょうか、今でも仏教というと出家の修行者が中心というふうに思われていませんか。お釈迦様は確かに出家なさいました、修行もなさいました。でもそれは一つの道なんですね。だってお釈迦様は在家の信者さんにも教えを説いておられます。また男女関係なしに仏法を説かれました。にもかかわらず、いつの間にか仏教が
男の出家の修行者というここに限定されていったということが起こるんですね。だから親鸞聖人が山を降りられるときはこれが本当にお釈迦様の教えようとしておられたことなんだろうか、仏教って何なんだろうかというこういう問いを持って山を降りられたと思います。それが在家の信者であった聖徳太子に励まされる形でようやく比叡山の修行に決別して、そして法然上人のところに入門なさるということが起こるんですね。まあ本当にすごいご決断だったと思います。そしてその親鸞聖人が残しておられる和讃、まあ法然上人には、いくつもありますが一つだけ挙げますと、智恵光の力より本寺元空現れて浄土真宗を開きつつ千尺本願述べたもうとおっしゃいます。智恵光の力、これ阿弥陀仏の智恵の光の働きの中から法然上人は私たちのところこの世に来てくださったということですね。本寺元空現れてと、まあ称名お勤めの方では本寺上人というふうにね、元空という名前を直接お呼びすることは避けてお勤めしておりますが、まあ、親鸞聖人は元空と振っておられますので今は本寺元空現れてと読みます。その後浄土真宗を開きつつ千尺本願述べたもうとおっしゃる。浄土真宗を開かれたのは法然上人だということをはっきりおっしゃってですね、そして千尺本願、阿弥陀仏の本願、これ一人残らず苦しみ悩むものを、あるいは傷つけ合うあり方を超えさせたいという、それを説いてくださったのが法然上人でありますとはっきり言っています。ですから浄土真宗は法然上人によって開かれたと、まあ、ただこの宗は、今の宗派とか教団という意味ではありません。人間の本当の拠り所という意味ですね。これは、見えるんでしょうかね、あのリモートで見ておられる方にも。わざわざ書くまでもないんですが、胸というのは大和言葉では物事の中心だそうです。体で言えばここが胸ですね。建物も必ず胸木を上げないといけません。漢字は全部違いますが、それがないと成り立たない。体なら胸、建物なら胸木、全部胸です。でこの胸は生きていく拠り所なんですね。何を大事に生きるのかということです。これが浄土が真宗ですよということを教えてくれた、浄土が本当の拠り所ですよということを教えてくれた、これが法然上人だというふうにおっしゃっておられるわけです。まあ、今は宗教ということもね、いろんな形で、まあ問題になっております。でも私は無宗教だと言ってる人も胸がない人はいないですよね。こだわっていること一つもないという人はないわけです。例えば私は無宗教だということを胸にしておられるわけです。だから宗教と私は無関係だと思っておられるかもしれませんが、必ず何かを胸として生きておられる。それが真宗なのかという、これを親鸞聖人は問うてくださっているんですね。真というのは変わらないという意味です。例えば、若い時には通じたけれども年いったら成り立たなくなったというのはこれ真宗じゃないです。体が元気な時には拠り所だったけれども病気になってしまったらもう何にも当てにならんという、これ真宗じゃないです。どんな状況、どういう、まあ、年回りに投げ出されても変わることのない、これを浄土が真宗ですというふうに教えてくださったのがこれ法然上人だというふうにおっしゃっているわけです。まあ、その意味でいうと現代は無宗教という人本当に多いですが、親鸞聖人から見れば例えばですね、教育の世界、私も大学におりますのでいろんなことに合うわけですが、教育の世界にも、成果を出す、つまり学生を育てるというのは製品を作るような話に行くのかなと思うんですけども、これこれのことをしたらこういう人が育つということを目に見えるようにしなさいというふうに言われる、まあ、成果主義ですね。でそのためには手間をなるだけかけずに効率主義ということもあります。だから世の中は全部効率主義、成果主義というこういう宗教に覆われてるに違うかということを思います。もうちょっと言うと役に立つか立たないかというこの考え方、これは若い人でも年取ってもそうですね、人間の一番根っこかもしれません。だからあえて教祖はいないんですけども役に立つ立たない教のみんな信者かもしれませんね、
金が第一やというんであれば拝金教の信者ですよ。どこに教祖がおるんやと言われそうですが、そういう別に教えの経典とか教祖がいなくても、その宗にがんじがらめになっているということがあるわけです。ですから親鸞聖人は真に対して仮と義とね、家と義というこういうことをおっしゃる。真宗がはっきりするということは仮のもの、これ一時的という意味です。若い時にはいけたけども年いったらダメになったとかね、これ仮のものです。偽物はそれをよりどころにしたら自分が逆に苦しむ、人を傷つける、それ偽物です。だから真宗が明らかになるというところには必ず仮のものと偽物がはっきりするということが同時なんですね。その意味で真宗を学ぶということは、なんていうか心地よいとは言えないかもしれませんね。ああ今日の話面白かったでしょ、そんなわけにいかないと思います。だって自分の日頃大事に思っていることが本当かということを問われるわけですから。そして本当を教えられたら、今まで本当だと思っていたことは本当じゃなかったということが暴かれるわけですから、心地よいとは言えないと思います。しかしそこに、ああここが大事なことだったんだと、ここに私の生きる道があったんだということがはっきりすれば、ああ真宗に出会えてよかった、教えていただいてよかったなということが言えるわけです。で、少なくとも親鸞聖人は法然上人を通して真宗を教えられた方だという、ここが大事なんですね。4文字で言えば浄土真宗、浄土が真宗ですという言葉です。これ浄土こそ真宗というふうに言ってもいいと思います。ただこの浄土ということが今なかなか、どうですかね、日頃、会話に出てくるということはなかなかないですよね。でも少し前の真宗門徒なら、お浄土に帰らせてもらいますとかね、お帰りになったと、私もそのうち参りますからというこういうご挨拶しておられました。最近はよく聞くのが安らかにお眠りくださいって言ってね、まだ念ならんのですかね、もう人生を尽くされた、もう静かな世界に帰られた、これを浄土に帰った、もう病気で苦しむこともなければ人間関係で悩むこともない静かな世界に帰った、まあこういうみんなが帰る世界としての浄土、これも親鸞聖人に言われます。でももう一つ大事なのは、浄土が明確になることによって今の生き方に大きな変化が訪れるということであります。だってさっき言いましたね、役に立つか立たないかというようなことを基準に生きてれば、役に立ってる間は威張るんですね。でも役に立たないとなったら自分を価値がないというふうに落とし込んでいく、それで苦しんでるんじゃないですか。しかし阿弥陀の世界は役に立つ立たないということを超えた世界なんです。そんな人間の物差しで決められないんですね。そこに触れるところに、がんじがらめになっていたことからの解放が起こるということ、これを親鸞聖人は教えてくださったというふうに思います。その意味で法然上人が浄土真宗を開かれたことによって、私たちがどう生きていくか、これがはっきりしたということをおっしゃるんですね。これはその2つぐらい後の五和さんにもありますね。皇后多少の間にも出離の合縁知らざりきと、まあ長い長い迷いを重ねてきたけれども、その迷いを超える縁に会うことがなかったっていうんですね。でその後、本時元空今さずばこの度虚しく過ぎなましと歌っておられます。法然上人がおいでにならなかったならば、今回の人生も虚しく終わってしまうところだったと。迷いを重ねるだけで、終わるところだったと。こういうある意味で感謝を込めながら、あるいは自分の歩んできた愚かさを歌っておられる五和さんだと思います。法然上人のおかげで虚しく過ぎる人生を超えることができたという感謝喜びと、それに合わなかったら迷いを重ねるだけだったということです。でもこの阿弥陀の浄土、これもわざわざ書くまでもありませんが、阿弥陀という言葉はインドの古い阿弥陀という言葉が元ですね。でこれを漢字に当てて阿弥陀と、
表しているわけであります。まあ音写語といいますが、音を写した言葉ですが、まあいわば当て字ですわ。でもこの漢字の意味をいくら調べても意味が分かりませんので、親鸞聖人はそれを翻訳した言葉で、正信の一番初めで言えば、君を無量寿如来と歌ってくださいました。分量で測れない命です。人間の物差しでは決して測ることのできない命、これを無量寿というわけです。長い短いなんていうことと関係ないんですよ、まあ、実際どうでしょうか。日頃は勝ったか負けたか得か損かと全部測ってますね。一本のお花を見ても高いか安いか、全部測ってます。そして最後には自分の存在をも測っていく。それに対して決して測れない世界があるぞ、これを大事にしなさいというのが一番近くは法然上人に教えられた。でも法然上人を生み出した背景が七高僧、ずっとね、龍樹菩薩まで遡って、さらにはその根っこにはお釈迦様がそれを教えてくれていたと。これに出会ったんですね、親鸞聖人。こっちが真宗本当だということです。だって人間の価値観というのは時代時代でコロコロ変わるでしょ。今の日本はどうしても経済効率が最優先かもしれません。しかしわずか80年前は日本もこれだ、ね、大日本帝国やったわけで、その時は何が大事だったでしょうか、ね、ひょっとすると、まあ、国を守るということでアジア全体に、まあ、ある意味で共栄圏を作ろうという、そういう願いを持ってアジアに進出していった、そういう歴史も持っています。だから昭和8年でしたかね、国際連盟脱退しましたね、今のロシアと似たような感じです。世界から孤立する中でこんなところに所属していられるかって言って国際連盟脱退しました。でもそれは大事なことを守るためだったんですね、一生懸命なんですよ、その時代の人も。でも今のようなお金に中心を置いているようなもんなら恥知らずというふうに多分罵られてたでしょうね。その当時は恥ということ、家の恥、国の恥ということが今よりももっともっときつかったかもしれません。あの、念のためにその80年前のことを私今批評したくて言ってるんじゃないです。時代によって価値観は変わるでしょうということです。国が違えばまた価値観違いますね。そういう人間の価値観で右往左往我々はしておるわけでありますが、本当に大切なことは何なのかと、これが阿弥陀に出会い、無量寿という命に出会いという呼びかけだったわけであります。これはね、親鸞聖人にとっては驚きだったと思います。比叡山の上では修行を完成して、そして悟りを開いていくという、まあ、こういう仏道を歩んでおられたわけですね。ところがそれがさっき言いました男の出家の修行者中心であって、女性は排除されてました。あるいは修行ができない体の人も排除されていた。もっと言えば文字が読めないような人はお経を読めませんので、そういう家柄というかね、そういう職業に生まれついたら比叡山に登ることすらできなかったでしょうね。親鸞聖人はたまたま、ね、体も元気で文字も読めて男だったわけです。でもお釈迦様はそんな狭い世界を教えたんじゃないだろうということを尋ねる中で今申し上げました、阿弥陀に出会えとお勧めくださる釈尊に、改めて、まあ、そのお言葉をいただくことになるわけですね。まあ、総長が二尊行ということをおっしゃってくださいましたが、お釈迦様も行けという人です。私のところに来いと言った人は一人もいません。七高僧もみんなそうでしょ。わしが助けてやるからわしのところに来いなんて言った人一人もいません。まあ、大体わしのところに来いっていうのは怪しいんですよ、わしのところに来い、金持って来いと言われたらもう行かない方がいいです。本当に怪しいです。本当に一人一人を独り立ちさせる、独立者としてね、生み出す、これが本当の宗教だと思います。古文を作ったりね、部下やら手下を蓄えていこうというのは、結局そのトップの人が甘い汁を吸うための教団です。親鸞聖人そんなこと一つも残しておられないでしょ、親鸞聖人家屋敷残してくれたわけじゃないですね。
財産残してくれたわけじゃないでしょ。この阿弥陀に出会えというこの教えに自らも出会われ、そしてそれを私たちに伝えてくださったということです。その意味で親鸞聖人が法然上人を仰いだと同じぐらいにですね、私たち親鸞聖人のおかげで真宗を知ることができましたと、本当に大切なことを教えていただきましたということがあるかどうか、これがなければ親鸞聖人を宗祖とお呼びするわけにはいかないと思うんですよ。親鸞聖人は法然上人を真宗交流の大祖元空保守と言われてますね。真宗交流の大祖、宗と祖に丸をつけていただければ宗祖です。親鸞聖人は法然上人を宗祖と仰いで生きられた方であります。でもそれは私にとって真宗を教えてくださった、これがあるからなんですね。私たちもまた親鸞聖人のおかげで真宗を知ることができましたということがなければ、これ宗祖とお呼びできないです。本当はご本山がお目になったという話じゃないんですね。私が親鸞聖人をどういただいていくかという、ここに関わります。ですので、まあ、ない話飛びましたけれども、もともとはこの阿弥陀という、これはお釈迦様以来の、発音、これが南無阿弥陀仏、まあ、南無阿弥陀仏でありますね。これも非常に大事です。歴史をいただくことができますね。ただその意味をいただくときには、親鸞聖人奇妙無量寿如来とかね、奇妙人実法無下光如来とか、南無不可思議光如来という、こういう言葉でその中身を押さえてくださっています。だから私たちが会わなきゃならないこと、大切にしなきゃならないことを親鸞聖人が教えてくださっているということ、これをまず先に申し上げておきたいわけであります。それで立教改宗ということもちょっと触れておきたいんですが、これも先ほどの山尾院長のご挨拶の中にもありましたが、これが私にとってどういうことなのかということをね、確かめませんと、なんか遠い話になります。でも今の話で言いますと、親鸞聖人はご自身が真宗を開いたとおっしゃいませんって、浄土真宗を開かれたのは、法然上人だとおっしゃいます。じゃあ立教改宗は関係ないのかというと、私はそうは思いません。なぜかというと、せっかく法然上人が誰にとっても本当の拠り所、本当に大切なことをこれ教えてくださったわけでありますが、それがすぐに世の中から批判を受けることになりました。今から800年も前のことでありますが、やっぱ当時の仏教は、現代でもそうでありますが、出家して修行するのが仏教だというふうに思われてますから、その時に南無阿弥陀仏一つで誰もが迷いを超えられますよなんていうのは簡単すぎるという批判を受けるわけです。一生懸命修行している人たちから見ると、仏教をなめとんのかという話になったと思いますね。南無阿弥陀仏と声に出してぐらいでなんで助かるんやっていう話です。だからこれご承知の通り、親鸞聖人35歳の時に、専修念仏は弾圧を受けまして、法然上人以下8人が流罪、4人が首を切られるというね、死罪になりました。南無阿弥陀仏を喜んどっただけでなぜそこまで行くのか、これよほど考えないといけないことだと思いますが、まあ当時の伝統仏教からすれば、新しくなんかポットでのね、今でいう新宗教みたいな感じでね、念仏宗が出てきたわけです。こんなものを認めたら、仏教が滅びてしまうと大真面目に弾圧したんですね。でもう一つ許せなかったのが、弾圧する側がですね、許せなかったのが、善人も悪人も助かるというふうに言ったことです。これもどうでしょうか。浄土真宗の教えをよく聞いておられる人の中にも、親鸞聖人の教えは好きだけれども悪人が助かるという、あれはどうかなとおっしゃる人結構おられます。そんなこと言ったら、わざと悪いことをする人間が出てくるやないかと。やっぱり仏教は基本的に悪いことはやめていいことしましょうと、こうでなきゃならんはずだと、こういう方々は
っぱり悪人が助かるという教えはなかなか受け取れられないんですね、受け取れないんです、うん、でも親鸞聖人は自分は愚かな悪人、愚悪の主上という立場におられます、うん、それは今から新しい悪事をやりましょうという 増悪の勧めではありません。悪を作ることを勧めておられるわけじゃなくて、気がついてないだけですでに悪を作っておること、これに目を覚ませということなんですね。例えば親が子供を育てるときには一生懸命ですよ、うん、でも多くの場合自分の思いに一生懸命です。相手の存在をちゃんと認められるか、これが難しいんですね。例えば兄弟2人いて、上のお兄ちゃんがよくできたりすると下の弟は大体責められますね。なんでお兄ちゃんのようにできないのってね。これ励ましてるつもりかもしれませんが、それでだん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 弟は暴れますよ。それお兄ちゃんのせいで僕は怒られるみたいなことになります。そうやっていいことをしてるつもりでお互いに苦しめ合っていくという、これを親鸞聖人は悪というふうにお呼びになります。で、大事なのは悪人だからこそ教えによって導かれないといけないということです。悪人でも OK という意味じゃないんですね、悪を作っていることを気がつかない、そういう悪人だからこそ教えによって助けられないといけないというのが悪人成仏、悪人正気という教えであります。まあ、これ遡れば親鸞聖人が言い出したことじゃなくて、お釈迦様の教えにいくつも出てまいります。一つの例で申し上げますと、子供が7人いる親がいたとしようという、こういうのが出てきます。その7人の子供みんな可愛いんだけれども、その中に1人病気の子供がいたら親はどうするかといったら、まずやっぱり病気の子供に手を差し伸べる、一番、ね、目をかけますよね。で、如来もそうだと書いてあるんです。如来様もそうだと、一切衆生みんな救いたい、誰もも慈悲の心で見ておられるんだけれども、悪人あるいは罪を作っている痛ましい生き方になっているものを先に救わないといけないわけです。ある意味で傷つけ合わないような人間がいたとすれば後回しでも大丈夫ですね。痛ましいからこそ説法しないといけない、痛ましいからこそ手を差し伸べなきゃいけないんです。だから悪人成仏は親鸞聖人のなんか専売特許のように言う人ありますが、もともとはお釈迦様の教えがそうなんです。もっと言ってしまえば、この世が五濁悪世だからお釈迦様は説法しないといけなかったんですよ。傷つけ合わないような生き方ができていればお釈迦様は説法しなくても大丈夫でした。放っておけなかったんですね。そのままいつまで生きるつもりだという、これがお釈迦様の説法の根っこに私はあるというふうに思います。で、話戻りますと、法然上人がせっかく誰もがこの阿弥陀に触れてですね、そして傷つけ負うたり苦しみ負うたりすることを超えていく道を開いてくださったのに、それが伝統教団からは仏教じゃないというふうに言われる。そこに親鸞聖人が浄土真宗の意味を改めて確かめられるというのがお仕事になるわけであります。まあ、兼浄土真宗と書きましたが、まあ、これは親鸞聖人の教行信証の書物、正式には兼浄土真実教行証文類と言いますが、これは今省略して浄土真宗をあらわにする、あれが教行信証というお書物だというふうに私はいただいております。だから法然上人が開かれた浄土真宗、これが壊されかかっていく、見失われていくというの現状の中で、その意義、その大切さを改めて明らかにしていくという、これが宗祖のお仕事になったわけであります。まあ、その意味で海と剣、お二人で浄土真宗を開見してくださったというふうに言えば、決して法然上人お一人で、立教改宗ということがね済んでおるという話にはならないと思います。法然上人の仏教がなかなか、受け入れられにくい、その状況の中でどうやったら伝わるのか、どう言えばこの念仏の大切さが受け止めてもらえるのか、これが親鸞聖人のご苦労だったと思います。で、ちょっと余談なんですけども、この立教改宗というのは実は明治5年にですね、これ1872年でありますが、明治5年に
俺浄土真宗と名乗ること、これが許されることになりました。まあ、これは江戸時代の終わりの方100年間これ安永3年から始まってますが、ずっと宗名論争というのがあるんですね。これ東恩願寺西恩願寺がですね、江戸幕府に浄土真宗を名乗らせてほしいというふうに言うんですが、浄土宗が許さなかったんです。まあ、徳川幕府のお寺は上野の寛永寺と芝の増上寺とありますが、寛永寺は天台宗、増上寺は浄土宗ですが、寛永寺は自分たち関係してないのでどうぞご勝手にという感じだったらしいです。ところが芝の増上寺は浄土真宗なんて言われたら自分らは浄土宗でしょ、こっちは真が入ってない偽物と思われるやないかと大反対で、これ100年間論争続くんですよ。まあ、このあたり詳しくお知りになりたい方は、もう2008年ですかね、大谷あの暗号で木場明史という富山の先生ですが、もう大谷大学辞めて、地元に帰っておられますが、この先生が宗名往復録って言ってね、宗派の名前についてやり取りした記録が残ってるんですが、これを暗号で取り上げてくださいました。まあ、これご本山からその暗号の稿本出てますので、詳しくお知りになりたい方は見てください。それまで真宗門徒は例えば本願寺系なら本願寺門徒というふうに言われている、あるいは他で言えば一向宗と言われたりね、いわゆる浄土真宗というそれを教団の名前あるいは宗派の名前としては名乗ってなかったんです。ところがやっぱり他から呼ばれる一向宗とか本願寺門徒じゃなくて自分たちで名乗りたいというのが江戸時代末期の、まあ、この宗名往復録に残されている記録なんですね。で明治になってようやく明治5年でありますがそれが認められた、まあ、ちょっと浄土宗に遠慮して真宗何々派と名乗るように、まあ、真宗10派みんなしたんですが、あの今本願寺派だけは浄土真宗本願寺派と言っておられますが、これは明治の初めのことじゃなくて後から真宗に浄土を付け出されて今浄土真宗本願寺派になっています。明治の5年の時期では全部真宗10派とも真宗大谷派、真宗高昌派、真宗仏光寺派というこういう名前になったんですね。でその時にですわ、襲名、ね、名前はいいけれどもいつ開かれたんだということは問題になりますよね。それで真宗10派が共同で、見解を出した、これが教行信証をお書きになっているその年というふうに決めたんですね。これが教行信証の中に出てきます。我が元仁元年というこういう年号です。これが1224年ですかね。ちょっと間違ったらいけませんね。教行信証化身殿巻の中に親鸞聖人が我が元仁元年というふうに書いております、まあ、この我がというのもすごいですね。今日本の年号では令和4年という時ですが、これを我が令和4年という人います？いませんよね。だから自分の生きてる時代としてこれきっちりと書いておられる、これが我が元仁元年なんです。時代全体を、ね、こう引き受けてるようなそういう響きすら感じます。だからこの年を記しておるということはこの年に教行信証を書いておられたということは間違いないという、これを基準にして1224年、これが立教改修の年だというふうに定められたわけであります。もう一遍言いますが、定めたのは明治5年であります。その後50年100年、来年が150年ですが、その意味で立教改修の法要は3回目であります、うん、これも一応歴史的事実としてご承知いただいていいと思います、でもその時にですね、言いたいのは親鸞聖人はどこまでも法然上人が開かれた浄土真宗、これがありとあらゆる人に届くようにというふうにご苦労なされたわけです。まあ、それは親鸞聖人は20年やっぱり比叡山で修行しておられますから、批判する側の気持ちもようお分かりだったんですね。修行している人から見ると何万打仏と
口に唱えたぐらいでなんで助かるんやと、そんなおかしいと、この気持ちが分かるから何万打仏の意味を確かめていかれるわけです。でもこれ別に比叡山の人たちが批判するだけじゃないでしょ、現代皆さん言うてません？何万打仏言うたぐらいでみんな助かるって、そんな簡単な、やっぱり山にこもって修行しないといけないわって言われるんじゃないですか。そこで親鸞聖人はこの何万打仏というのが如来が私たちを呼んでくださる絶対命令だということを召喚の勅命というまで抑えられました。私が阿弥陀さんよろしくというふうにこっちからお願い事するんじゃないです。南無阿弥陀仏での言うのは阿弥陀仏に南無しなさい、阿弥陀の世界を大事に生きなさい、物差しで測れない無量寿という命を生きるものになりなさいという如来からの呼び声だというふうに言うわけです。だから私が唱えてもこれは誰かに聞かすためじゃないです。私自身が阿弥陀仏に南無せよというその呼びかけをいただくということ、これが大事なところなんですね。ここまでおっしゃってようやくその何万打仏の意味、これを確かめていかれることになります。まあ、ちょっとこれも余談ですが、勅命というのはもともと中国以来皇帝の命令ですよね、王様の命令であります。で親鸞聖人は実際後鳥羽上皇の命令、土御門天皇ですけども、これもちょっと言うときますと親鸞聖人よりも7つ下であります。今大河ドラマ見ておられる方あれば後鳥羽上皇たまに出てこられますが、親鸞聖人が35歳の時、後鳥羽上皇まだ28ですよ。土御門天皇に至っては13歳です。その方々の命令で越後に流罪になったわけですよ。でも親鸞聖人わざわざこんな言葉を使っておられるということは、本当に聞かなければならない命令は上皇天皇の命令ではなくて阿弥陀の呼び声だと、阿弥陀の世界に南無せよというこの呼び声を私は一番大事な、呼びかけとしていただいてきますというのが召喚の勅命というこんな言葉を使っておられる、そういうお心じゃないかなと私は受け止めております。ですから称名念仏は法然上人以来口に唱える大事なね何万打仏ですが、同時にそこに聞いていくんですね。称名は門名、これを教行信証では丁寧に押さえておられます。これでも学生と喋ってると面白いですね。称名念仏で助かると言ってね、誤解を受けるなら初めから門名で助かると言ったらどうですかと言われます。なるほどと思いますが、でも称名抜きに門名できますかね。皆さん分かりませんが、今日もね私いつもなんか昨日晩ね明日大阪やと思ってね、早く寝たら早く目覚めました。こんな暗いうちから目覚めんでもいいのにと思った。でもその時にどうやって起きるかって言ったらね、何時からやったっけとか遅刻してないよなみたいなそんな気持ちで起きてます。時間に縛られてるんですね。残念ながら何万打仏が第一声にはならなかったです。何万打仏とともに目が覚めればいいんですけどもね、残念ながら今日何時からやったっけみたいなそんなんですわ。でもそんな私でもご本尊に手を合わせて何万打仏唱えられる時に、ああそうやったなといろんなことを思い出されることがあります。もちろん儀礼的にね、単に形だけで勤行まで全部終わってしまう時もあります。でもその勤行が、ね、お勤め同じお勤めしてても一言が突き刺さる日もありますよね。これ不思議じゃないですか。自分が読んでいても向こうの言葉が私を掴んでくる日がありますね。だからただ単に口真似のように何万打仏言ってる時もあれば、本当にしみじみと阿弥陀仏に南無せよというそれが届いてくる時もあります。その意味で門名なんですけども、称名抜きに門名ないですわ。これ何万打仏ということを唱えることなかったら、門名にはならないんですね。
もっと言うとこれ誰が唱えた念仏でも自分に働くということがあります。これうちに来ておられたお道行がおっしゃってました。まあ、石川県もね金沢まで新幹線が通じたもんですから金沢まで一番早いので2時間半で東京行ってしまうんです。前は関西に来る人が結構多かったんですけども石川県は今関東圏になりつつあります。で大学出て向こうで所帯を持った息子夫婦がお盆に帰ってきたというそんな話を、これあの時75ぐらいやったかな、のおじいちゃんがしてくれました。だ嬉しいことあったんですって言うんですね。で何ですかと聞いてみましたら、孫娘まだ4つだったそうですが帰ってくるなりですよじいちゃんの手を掴んでおじいちゃん行こうちゅうてお内仏に引っ張っていったちゅうんです。そしてチンチンとして何万ダブって言うたちゅうんですわ。可愛らしいですね。多分前東京にはお内仏ないんですよ。チンチンもないんでしょう。でもだからじいちゃんと、田舎帰ったらそれしたいというふうにその4つの女の子を思ってたんでしょうね。すごいと思いますわ。よっぽどおじいちゃんとお参りしたのが楽しかったのかもしれません。でもそれが嬉しかったと言った後にでもその孫娘の何万打仏が自分に突き刺さったというんです。私はあんな素直に何万打仏言うたことあるやろうかとこうおっしゃるんです。だって娘さんその孫娘さんは本当に何万打仏って言うとるだけですよ。でも自分の念仏は朝起きて、今日も一日無事でありますように何万打仏悪いわけじゃないですよ。これ家族の平安願うわけです。あるいは夕方でもお勤めしてね今日も一日みんな無事でよかったですありがとうございます何万ダブと。これは感謝の念仏といえばそうかもしれませんがその方おっしゃいました。結局阿弥陀さんと取引しとったんじゃないかとおっしゃったんです。つまり平穏無事に言っとるから何万ダブありがたいと言ってますがもしか思わぬことが起きたらわしはきっとこんなにお参りしてきたうちがなんでこんな目に遭うんかと神も仏もあるものかというようなこんなこと言うたに違いないというこういう話をしてくれたんですね。はあそうですかと。それをそのおじいちゃんに呼び起こしたのは孫娘の生ダブという本当にたった一言ですよ。だから誰が唱えた念仏が、ね、程度が高いとか低いとか一切ないんです。何万ダブは人が唱えた念仏でも自分に聞こえてくることがある。隣の人の念仏でハッとさせられることもありますよ。ああ私何万打仏忘れておったなと言ってねドキッとさせられることもあります。だから意味を知ってる人が唱えた念仏がいいとかそんなじゃなくて私が、ね、その呼びかけを聞くというところに何万打仏が生きて働くわけであります。だから阿弥陀仏に南無せよとこう呼びかけられてああそうだったなとこれをいただき続けていく。これが親鸞聖人が立たれた、何万打仏の一道だったと思います。でもこれは計れない命ということをさっき申し上げましたけれどもこれを知らされたからといって私たちの計る心が消えてなくなるわけではありません。もうこれは身についてますからね。勝ったか負けたか得か損か、あるいは敵か味方かって全部測ってます。だからこそ何万打仏いるんですよ。もう広い心で差別もしない、分け隔てもしないとそういう心になってしまえるんだったらもう何万打仏いりません。ところが、毎日毎日この阿弥陀の世界を忘れ続ける私自分の物差しで測り続ける私だからこそ何万打仏をいただいて測れない世界を知らせていただくということがいるんですね。これ実際法然上人がそうおっしゃるわけですが法然上人もご自身のことを愚痴の法然坊とおっしゃいましたね。親鸞上人はご自身のことを愚徳釈親鸞とおっしゃった。愚かということをおっしゃるんです。愚かというのもこれ賢いか愚かかという人と比べての話ではありません。そうではなくて一生懸命生きているつもりで結局自分中心のものの見方に振り回されていく自分の好き嫌いを最優先させてしまう、そして人との間に壁を作っていく
そういう愚かさです。でもその愚かな私だからこそ何万打仏を唱える、そういう道がある。唱えて阿弥陀の世界を思い出し続けていく生き方がある。ここに立たれたわけです。法然上人はご自身がちょうど猿が木の枝から木の枝に飛び移るようなもので、今こっちにいたと思ったら次の瞬間には向こうの枝におるという、こういう例えを残しておられます。これは今仏法のことを考えておったと思ったら次の瞬間には勝った負けた飛ぶか損か一気にいきます。まあ今ここで腹を立てておられる方なさそうですが、これこういうご縁ですよね。例えば私が5時になっても6時になっても話やめなかったら、一楽いつまで喋ってるつもりやってなりますよねこれ、あと10分ほどで終わるのでいいわけなんですけども、これ縁ですよ。だから例えば今阿弥陀さんの話を聞いて、ああそうやなと、その世界いただいていかないかんなと言って、でも御堂筋出るあたりでも、どっか行きますよねそれ。まあお家までは持って帰られないと思います。でもそういう私だからこそ何万打仏がいるんです。だからここだけで何万打仏じゃないんです。日常生活が何万打仏の中に営まれていくということが大事なんです。だから法然上人は1日6万回唱えておられたそうです。最晩年には7万回になったそうです。これ私チャレンジしたことありません、1万回ぐらいいっぺんやってみようと思ってね、やりだしましたけど、だいぶかかりますこれ、1秒にいっぺん唱えてもね、すごいです。20時間かかります、7万遍したら。要するにずっと唱え同士だったということでしょ。でもそれ裏を返せばすぐに阿弥陀の世界を忘れる私だということ、愚かな私ということを法然上人は分かっておられたからです。でそのお姿を親鸞聖人は見ているもんですから、念仏申して生きていく、阿弥陀に導かれて生きていく、これを一番大事なこととしておっしゃったわけですが、親鸞聖人は回数どこにもおっしゃいません。なぜか、やっぱ法然上人のお弟子の中には回数にこだわった人いるんですよ。法然上人の7万回見るでしょ、あくまでは無理やけれども3万ぐらい頑張ろうとなったら何起きるか分かりますよね。1万回のお前よりは上だとやるんです。何万打仏というのは上か下か比べる必要のない世界をいただいていく教えなのに、何万打仏ですら人を裁いたり上下を言うていく材料にしてしまう、それぐらい人間のとらわれ思い込みというのは厄介なんです。だから何万打仏と口で言うておっても本当に阿弥陀の世界を大事にしているかどうか別問題ですこれ。でも別問題からといってじゃあやめとこうというわけにいきません。本当の念仏できるまで私は念仏申すのやめましょうと言ったらいつまでたってもできないままです。これ私学生時代にいろんな先生から言われていつも抵抗しておったことの一つに、分かっても分からんでも念仏申してくださいと、そして念仏に育てられてくださいということを言われた。僕はその時に分からないのに念仏して意味あるかと思ってました。でも今同じこと今度学生に言ってます、なぜかと言ったら分からないところに唱えれば必ず問いが生まれます。こんなこと言って何になるんやろうかとかね、何万打仏ってどんな意味が込められてるんだろうかとか、これ唱えないところにはそういう問いも出てこないんですね。だから学生には今同じこと言ってます。まあ、昔の年寄り先生が言ってて自分は嫌だと思ってたこと、反発してたことを同じことを言うてるんですが、でもこれ心を清らかにしてから念仏ってそんなこと間に合いません。雑念を払ってから念仏そんなことも間に合いません。雑念あるからこそ何万打仏で何が大事であったか阿弥陀の世界をいただき直していくということが起きるわけです。これ親鸞聖人はまさにそういう生き方をなされた方だと思うんですね。有名なお言葉では「歎異抄」の「親鸞は弟子一人も持たず」という言葉ありますね。第6章が伝える言葉です。あれは親鸞聖人のことを先生と仰いでる人はいっぱいいたと思います。それに対して「わしは弟子なんか取った覚えない」と「みんなされ」とそんなこと言ってんじゃないですね、そういうんじゃなくて私は先生としてあるいは師匠としてあなたらと付き合っていませんということです。同じ何万打仏に導かれる共に凡夫ですと、
愚かな凡夫ですというのが親鸞聖人の立ち位置なんです。だから親鸞聖人はこんな高いところにはおられませんわ。私たちがね、日頃見向きもしない地べたにおられる。僕ら登ろう登ろうとして落ちたら終わりやと思ってますが、親鸞聖人はこの大地のところ、地べたのところにいらっしゃると思います。それが弟子一人も持たずということをおっしゃり、ともどもに念仏申して生きるということを大事になさったわけであります。もう一つすごいなと思うのは、親鸞聖人のお手紙の中には弾圧する者を憐れめという言葉も出てまいります。さっき申しましたが、親鸞聖人は35歳の時に、国の権力によって流罪に遭われた方であります。しかしその弾圧する人を憐れみなさいと言ってるんですね。どういうことかといったら、弾圧する人には弾圧する理由があるんやとおっしゃるんです。例えば引っ立てに来たお役人は役目でやってるかもしれませんね、念仏者を憎いと思って来てるわけじゃない、そういう人もいたでしょう。でもお役目でやらないといけない人もいるわけです。あるいは弾圧を命令した人はやっぱり念仏の大事さが分かっておられないからですよ。阿弥陀の世界、そんなもんなくてもいいと思ってるから弾圧するんですね。ということは、その弾圧する人にも阿弥陀の世界の大事さが伝わるように、先にご縁をいただいた者は弾圧する者を憐れんで彼らにも念仏が届くようにと、こういうことを手紙に書いていかれるんです。これは親鸞聖人が自分はたまたま出会えたからという思いが強かったと思いますね。例えば自分が努力して念仏に出会ったとするなら、まだ出会ってない人を見たら、あいつは努力が足りないと言うでしょうね。あるいは自分が勘が鋭いというか、理工でね、理智が飛んで出会えたと思うなら、あいつには才能がないというかもしれません。でもそうじゃないんですよ。聖徳太子やら法然上人のおかげで出会えた、たまたまとしか言えないと、こういう思いが強いと、まだ出会っておられない人は今から出会うご縁が整うことが大事なんですね。もっと言えば、批判加える人も弾圧加える人も阿弥陀さんは除外なさらない。阿弥陀の世界はどんなものも迎え取るんです。まだその出会う縁が整っておられない、熟しておられないだけですから、それが熟するように私たち、先にご縁をいただいた者は弾圧する人をも憐れんで念仏を進めていきましょうと、こういう一生を送られました。まあ、親鸞聖人は60を過ぎてから京都に帰られて、弟さんのところやら知り合いのところ、曲がりの生活です。80過ぎたところには火事に遭うてね、今まであった本やらも、メモやらも燃えた、こんなご苦労にも遭うておられます。でも90歳で亡くなられるその最後の最後まで、自分も本当に出会うことのできたこの念仏の大事さ、阿弥陀の世界、これ浄土であります、浄土の大切さ、これをなんとか未来に残していきたい、こういう思いを持って、お仕事を、最後の最後までなされた方であります。私たちはその宗祖のお仕事を本当に受け取るときに、親鸞聖人は私にとって宗祖ですというふうに言えると思います。またその誕生をありがたい、宗祖がいなかったら私はどうなっていたかと、これも言えると思います。もう一つ、立教改宗ということで言えば、800年前に親鸞聖人が、教行信証をお書きになって浄土真宗を明らかにしてくださいましたけれども、それで終わった話じゃないですよね。お一人お一人の上に真宗ということが開かれていく、これがなかったら親鸞聖人、せっかく残されたお仕事がやっぱり、徒労に終わってしまいますね。受け取る人がいて、親鸞聖人はそれをお喜びになると思います。だから立教改宗というのは、その意味で、800年前の一点の話ではなくて、それを受け継いでいく人、その教えにうなずく人の上に真宗が開かれることだというふうに私はいただいていることであります。まあ、初めにも言いましたが、私はまだ親鸞聖人の夢も見たことのないような人間ですから、あんまり偉そうなことは言えないんですけども、でもその親鸞聖人のお仕事を思うときに、これは人類にとって、ものの見方ですわ、勝ったか負けたか、役に立つか立たないかと、そういうことを超えた世界、阿弥陀の世界をいただいていくという大事なことを残してくださったということを思っていることであります。
最後に何万打仏を10遍ほど、ね、ここは大きな声で言っても大丈夫でしょう。本町の駅で大声で言う必要ないですから、ここでは大声で一緒にお念仏をいただきたいと思います。合唱をお願いします。お念仏をいただきます。何万打仏、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 何万打仏。何万打仏、ありがとうございました。何万打仏。一楽先生、どうもありがとうございました。それでは溝口茂雄教区門徒会長よりご挨拶をいただきます。失礼いたします。私は大阪教区の門徒会会長を昨年仰せ使っております溝口茂雄と申します。本日は大阪教区宗祖親鸞聖人御誕生850年、立教開宗800年、共産法要お待ち受け大会の閉会にあたり、一言をご挨拶申し上げます。皆様におかれましては、大変お忙しい中にもかかわりませず、本日会場であります難波別院および撮影ライト会場であります教区内各別院並びに寺院に足をお運びいただきました方々と、オンラインにおきましてご視聴をいただきました方々に厚く厚くお礼を申し上げます。またご本山より大谷長友御門主様並びに木越渡る宗務総長様にご出向をいただきご挨拶を賜り誠にありがとうございました。大谷大学学長であります一楽誠先生には大阪教区の教区共産テーマ
および教区基本テーマであります。南無阿弥陀仏、人と生まれたことの意味を尋ねていこう。みんなに願いがかけられているもとで、ご講演を賜りまして、皆様方と共にご聴聞をさせていただきました。親鸞聖人は、師であります法然上人との出会いを通して、本願念仏の御教えに出会われたことによりまして、本当のよりどころとしての浄土真宗を、浄土こそ誠の宗であると明かしてくださり、それを自らのものとしてとどめるのではなく、ご自身のご紹介を通して上の人々に勧められ、その願いが連綿となって私たちに教えが届けられてきたことに深くうなずかさせていただきました。一楽先生には改めまして熱心にご講演を賜りましたことに厚く厚くお礼を申し上げます。さて、各教区におけるお待ち受け大会の開催を経まして、いよいよ明年春にはご本山で共産法要が務まります。その共産法要を起源として当教区における共産法要をどのように計画していくことが大きな課題としてございますけれども、教区の皆様と共に考えてまいりたいと思っております。本日は誠にありがとうございました。閉会にあたりご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。最後に音読さんを皆様ご一緒に聖書を願います。一同合唱、合唱のまま音読さん聖書。合唱をお解きください。これをもちまして、大阪教区秀祖親鸞聖人お誕生850年、立教改宗800年、共産法要お待ち受け大会の全日程を終了させていただきます。皆様、長時間にわたるご参加誠にありがとうございました。受付にてお配りいたしました袋の中にアンケート用紙が入っております。会場の外、本堂入り口にてアンケートの回収を行っておりますので、
ぜひご協力いただきますようお願い申し上げます。なお退出につきましては私の方からご指示させていただきますので、何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。それではどうぞお忘れ物がございませんよう、今一度ご確認いただきましてお帰りくださいますようお願いいたします。